どうも、松本人志考察チャンネルでございます。連日ですね、松本人志さんに関しての、人物と、現象としての松本人志ということをですね、分析考察している動画をですね、連日出しております。で、概要欄にですね、松本人志再生リストというのを貼っておりまして、すでにまあ5、6本かな、動画をですね、20分ぐらいの動画上げておりますので、一応それ遡って全部見ていただきたいなと思います。この動画についてだけの、コメントっていうのは基本 NG にしたいなと思っております。というのはですね、まあ、結構きついなという、コメント欄の質の低さ、質の悪さっていうのがちょっと厳しいなというところがありますね。ブルーになってしまいますね。ドン引きですよね。という感じで、なんか5チャンネルみたいな感じになってきたなっていう。で、もともとこのチャンネルは映画とかドラマとかそういうエンタメのコンテンツの内容についての話だけをする、チャンネルなので、あんまりこう現実のゴシップと地続きになる、お客さんっていうのは流入してこないようになっていたんですけど、これをきっかけにね、結構入ってきてしまいまして、まあ、代表的な、もので言うと、擁護派なんですねとかですね、僕は結構批判っていうか否定もしてるという感じだと思うんですけど、で、功績に関しては評価しているという感じだと思うんですけど、擁護派なんですねとか、否定派なんですねとか、いやいや、どっちでもないけどみたいな、ちゃんと全部聞いたらどっちの要素も入ってるってわかると思うけど、なんでその2文字でくくろうとするのみたいな、ところとか、あと非常に滑稽だな、面白いというか、ドン引きですよねっていう感じなのは、僕は彼の所属事務所に関してはですね、名前を出したくないんですよね。口に出したくないんですよね。っていうのは、松本人志さんとか、島田紳助父ちゃんとかはですね、これから僕は今までも会うことはないだろうと思って生きてきたし、これからも会うことはないと思うんですけれども、彼の所属事務所っていうのは、社員さんきっと何百人かいらっしゃる、関連会社も含めると何百人か、いらっしゃるわけですよね。で、その僕がその会社名について発音しているところっていうのがどこが切り抜かれて一人歩きするかわからないっていう、状況の中で、簡単にですね、その会社全体を批判しているような、切り取り方ってできるわけですよね。それが僕は嫌なんですよね。なんでかっていうと、来週とか来月にでさえその会社の関係者の人と、顔を合わせる可能性っていうのは別に普通にあるわけですよ。で、その人が僕のことをですね、叩いてくるとか批判してくるとか喧嘩を仕掛けてくるとかそういうことはないと思いますけど、多少やりづらくなるっていうのは可能性としては全然あるので、わざわざですね、その会社全体、会社のガバナンスについて、うまくいってないんじゃないかっていう批判はラジオの生放送でさせていただきましたけども、それはラジオの番組内でっていうことで、コメンテーターという仕事の中でやったっていうことなんですけれども、個人の発信として松本人志さん、について遡るときにですね、その会社名をことさらにこう、出す必要があるのかなっていうのはちょっと、難しいところがあるというか、まあ検討中というところがありまして、あえて出してないんですけど、でわざと読み方を間違えているんですけど、そんな会社名もわからない、読み方を間違えるような人が、よく語れますねみたいな、いやいやいや、そんなわけないじゃんっていう、真面目だなーっていう、その言葉をその額面通りに受け取った上で人を批判するっていうことが、よくそんなに簡単にできるなと思いますし、これだけ、僕は松本さんについてその過去のことを調べて、いろいろ松本さんについて、まあ、それなりに知ってる人間だっていうのは動画を一本見ればわかると思うんですけど、じゃあ松本人志という人物のトークを僕が見てきた上で、その会社名を発音してるところだけ完全に聞き逃してる可能性ってありえます？なくない？松本人志って所属事務所の名前をボケとしてめちゃくちゃ出す人ですよね。自分の事務所名をボケとして、出す人ランキングで統計を取った場合ですね、松本人志という人物はかなり上位に入ると思いますね。事務所の、悪口というか批判というかをボケとしてトークのオチみたいな感じで使うことってめちゃくちゃ多いですから、松本人志をウォッチしていく中で、所属事務所の名前の発音を知らないってありえないですからね。だから、あえて読み外してるっていうことは、普通に聞けばわかると思うんですけど、そんなことも知らないのか、何々です。正しい読みは何々ですっていうコメントを、書いてくる人がいて、非常にびっくりするんですけど、やっぱりこの YouTube のコメント欄っていう世界は、まあ、半分おもらしというかね、条件反射で、バッと、心の、なんか、皮膚がないみたいな状態ですね。心臓をそのままべちゃってこう、投げつけるみたいなことをしていいという構造になってるのが、まあ、僕は結構気持ち悪いなと思うんですけれども、ドヤ顔のコメント恥ずかしいですよね。もっと空気を読んでほしいというか、まあ寒いし、絡みにくいし、痛いしっていうね、まあイラッとするというよりもまあブルーになるしドン引きですよねっていうね、これ全部松本人志さんが作ったとされる言葉です。空気を読む、寒い、絡みにくい、痛い、ドン引き、イラッとする、ブルーになるね、
全部に当てはまってますよっていうことです。で、まあちょっとね、そのコメントをするんであれば、多少は話をちゃんと聞いてほしいし、話を聞いた上で想像力を働かせてほしいし、それなりに論を持ってですね、推論をして遂行をしてコメントを書いてほしいと思いますし、まあそうじゃないものに関しては禁止したいなと思っております。わかりやすくて面白かったですとか、まあなんていうのかな、今後こういうことについて語ってほしいですとか、そういう端的なコメントであればいいと思うんですけれども、いや、それでいいのみたいな、ことはですね、一人一人がコメントを考えてほしいなと思いますね。はい。何も考えずに、勉強をせずに、人の話を聞かずに、コメントをするというのはですね、お笑いの天才でさえ許されなかったことなんですよ。っていうことですね。はい。で、今回の動画では何を話すかというとですね、すいません、前置きが長くなってしまいましたけれども、要するに過去の動画も全部見てほしいし、動画の内容も全部聞いてからコメントしてくださいということでございます。はい。で、今回は何を言いたいかというとですね、松本人志さんが、いなくなったことによって、お笑い界が衰退するんじゃないかとか、テレビをもう見ないとか、テレビ業界が滅ぶんじゃないかとか、っていうことを言ってる人がいるんですけど、本当にそうかという話をしたいと思います。で、結論から言うと、私の結論としては、そんなわけないじゃんっていう話ですね。そしてその必要も、そう考える必要も、ないじゃんということをこれから説明していきたいんですけれども、ここ1週間ぐらいですかね、僕は松本人志さんに関しての、自分が持っている、資料とかですね、ネット上に、あるですね、検索すれば出てくるものとかをですね、ドバドバドバーとですね、検索してずーっと見てるんですけれども、1日十数時間松本人志の過去について、調べて読んだり見たり聞いたりしているというですね、起きてる時間と人と喋ってる時間以外のほとんどはですね、放送室の過去のアーカイブを聞くか、何かしらの、動画を見るという作業をして、松本人志とは何だったのかということを考えてるんですけれども、あのね、本当に天才なんだなということが大げさじゃなくわかりますね。で、僕は1992年生まれ、現在31歳で、松本人志さんが遺書を書いたタイミングなんですけれども、そのタイミングで私がこんなことをしているのようなですね、チンカスのチンカスのチンカスだなと自分でも、まあ思うわけですけれども、このタイミングで遺書を書いたんですよ。アディダスのジャージを着てること以外何も同じじゃないというね、私ですけれども、本当に天才だというのは大げさではないと思うんですよね。で、それはもう笑いに特化した天才ですね。で、まあ実験精神というのはそうですというのはこの動画、このチャンネルでは繰り返しずっと言ってきているんですけれども、漫才もですね、革新的だし、コントも、圧倒的だし、まあ、コントの表情の表現力、そして、まあ、これは賛否両論あると思いますけれども、暴力的であったりとか、加害的な、アクションっていうのもありますけれども、とにかくこう体を使えるコントができる人っていう、ことで言っても、現在、キングオブコントに出てるコント師とかだったとしても、かなりトップレベルのですね、思い切った体の使い方ができるアクションもそうですし、人にですね、何かされた時、まあ、リアクション、まあ、ガキの使いの、まあ、あのお尻を叩かれる時っていうのが、みんなからは分かりやすいと思うんですけれども、リアクションですね。アクションもできるし、リアクションもできる。本当に怒っているという、振りができるということですね。っていうその表情系も含めたリアクションも圧倒的ですし、瞬発的な大喜利も圧倒的ですし、トークも圧倒的ですし、世界観構築力ですね、映像表現の世界、まあ、映画はうまくいかなかったけれども、その、前にですね、トーズというですね、VHS の、まあ、動画というか、世界観がものすごいやつとかもあるんで、ぜひね、見られる方は、今 VHS ですか、しか、中古の VHS でしか流通してないんで、手に入れるの非常に難しいと思いますけれども、そういうのを見ると、めちゃくちゃ世界観構築力というか、妄想力みたいなものもすごいんだなということがわかりますし、あとは空間支配力ですよね。まあ、芸能人の人でダウンタウンさんにこう初めて会った人が大体言うのは、ダウンタウンさんが今まで会った人の中で一番声がでかかったっていうことを僕は結構聞いたことがあります。で、僕は会ったこともないし、これからも会うことは多分ないと思うんですけれども、若手の人でダウンタウンさんに初めて会った人で、初めて、の感想はそういうことを言う人が結構多くてですね、それは空間支配力というところにもまあ繋がってると思うんですけど、そこも圧倒的ですよね。というですね、まあ、そこら辺も全部含めて、とにかくこう、お笑いというの、プレイヤーであり、ゲームメーカーというのも含めて、天才的だな。本当にもう唯一無二だな。すべてのお笑いという、まあ、これがお笑いというものが通知表みたいな形で、戦闘力が数値化されるっていう世界観を作ったのがそもそも松本人志なので、それは松本人志がそういうプレイヤーだったから、その世界観を広めたという、これどっちが先か、鶏が先か、卵が先かという話になってしまうんですけれども、とにかくですね、この自分が、適した世界の中ではもう全科目1位みたいな人ですね。これはね、もうね、いかに松本さんを現在批判したい人、そして当時の表現が時代錯誤であったということを言いたい人もですね、本当にこれお笑いの表現として、他のものと比べてみると、これはね、ちょっとね、
あんまり反論の余地がないんじゃないかなというのは思いますね。新しいフィールドをつどつど作って、その中で1位を取ってしまうということをずっとやり続けている人ですね。というのはですね、映像を見たり話を聞いたりすればするほどに、とてつもなく思います。だからこそこのチャンネルでずっと指摘していること、弱点というのは何かというと、逆にお笑い以外のインプット型の勉強ですね。何かを読んだり、何かを聞いたり、座学をしたりするということですね。自分が行動してトライアンドエラーするのではなく、自分が企画者として関わったり、プレイヤーとして関わったりするのではない、インプット型の話を聞いたり読んだりして勉強するということは全くできない人ですね。これはね、もう間違いないと言っていいと思います。そして、一人の空間での真面目喋り、これが、できない人なので記者会見ができないんですという話を1本前の動画でしたんで、興味ある方はそっちも見ていただきたいんですけれども、この2つがですね、圧倒的な弱点ですね。だからこそ無反省に失言を繰り返しますし、現実的に考えて記者会見はできないんだという結論が、私の中の持論としてはありますという話ですね。で、そんな人がですね、じゃあなんでいないとテレビが、つまらなくなると言われるぐらいカリスマだったのかというとですね、テレビという箱が1個の箱で、その箱の、座席をですね、箱の中の座席をみんなで取り合うという構造、そして、その箱をですね、基本的には1個の箱を国民全員が見ているという状況だったからですね。テレビをみんなが同時に見ているという最後の時代に出てきた人ですよね。なので、1人の人がですね、全科目で満点を取るということ、全科目の1位の人が同じ人であるということに意味があったと思うんですよ。だからカリスマだったと思うんですよ。で、その残りがで、今面白い芸人さんたちがみんな尊敬しているのが松本人志だから、松本人志がですね、いわゆる顔役としてですね、ドンとしてですね、非常にマスコットキャラクターというか、まあ、ある意味家紋みたいな感じですね。ヤクザの、グループ全体の家紋みたいな感じで、松本人志の顔がですね、ドンと、置いてあることが座りがいいということですよね。松本人志さんの現在の能力っていうのが、現在の、まあ、いわゆる審査委員長的なポジションであらゆるところに座っているということの、実質と繋がっているのかなっていうことに関して言うと、僕はあんまり、もうそこはみんなが甘えすぎている部分なんじゃないかなと思うんですよね。というのは、今はじゃあ逆にどういう時代かというと、当時はですね、1個の箱をですね、みんなが同時に見ている。で、その箱の中の椅子をですね、みんなが取り合っているという状態だったわけですけども、現在は全然そんなことないですよね。で、例えばですね、まあ、M1 グランプリの王者の名前とかをですね、例えば、うちの親とかは知らないと思います。とかですね、僕の、同世代の友達でも、お笑いを普段見ない人とかは、もしかしたらですね、半分ぐらいは知らないと思います。そんなことは当時はありえなかったわけですよね。で、今はどんな時代かっていうと、見てるものが人によって全然違う、一つの箱をみんなでぐっと注視してる時代ではないわけですよね。それぞれの人が手元でスマートフォンとかパソコンとかタブレットで、見たいものをバラッバラに見ているという状態なので、カリスマとか、国民的なスターっていうものは、基本的にはかなり生まれにくくなっているという状態の中で、全ジャンル、全科目において1位を取るカリスマが1人であるという必要性が、なくなってきているということはすごく思います。で、そのカリスマがですね、牽引力となって、パイオニアとなって、みんなをこういる地平をですね、こう、耕していく先頭の旗印を、旗を振るうということでカリスマは必要だったと思うんですけど、いや、今そんなことそれぞれのフィールドでそれぞれの人がやってるからねっていう、話だと思うんですよね。例えば YouTube の最先端で面白いことやってる人はいます。TikTok の最先端で面白いことやってる人はいます。ラジオ業界で面白いことやってる人います。舞台で面白いことやってる人います。でも、それぞれに詳しい人はそれぞれのこと好きだけど、それぞれの、隣の部屋のことはみんな知らないという、状況ですよね。それでいいと思うんですよね。もうそういう時代になっている。で、一人のカリスマが、影響力を集約しないと新しいことができないっていう時代ではもう全くなくなっているということが言えると思うんですよね。なので、カリスマの役割はもうですね、松本人志さんはとっくに終えていたんじゃないかな。とっくにもうカリスマの役割は終わっていたんじゃないかなということが思われるわけですね。エンタメとかの、思考の細分化ですね、が進んでいく時代において、まあ、全部の能力を一手に持つ天才っていうのが実はもう役割を終えているというのが私の考え方でございます。で、その先でですね、じゃあどういうことになっていくかというとですね、文献化が進んでいくということを思っています。で、まあですね、なんかすごい浅い懸念だなと思うんですけれども、じゃあこれから M1 グランプリはどうするのとか、じゃあ一本グランプリはどうするのとか、じゃあキングオブコントはどうするのとかっていう、まあ、意見がよく見られますけれども、代役で普通にやればいいじゃないと僕は思います。で、一人一人をですね、キャスティングしたり、その人が叩かれたりとか、まあ、最初はいろいろですね、この段差での、齟齬っていうのはまあいろいろあると思います。軋轢は生まれる
ると思いますけれども、何年かしたら落ち着きますよ。しんすけ父ちゃん、島田しんすけ父ちゃんがいなくなった時と同じだと思いますよ。で、別に、例えば大喜利の一本グランプリであれば、バカリズムさんとか、千原ジュニアさんとか、有吉弘行さんとか、まあ、それぞれの人たちが、大喜利といえばこの人っていう人が、まあ、いるわけですよね。滑らない話であれば、まあ、それこそ千原ジュニアさんであるとか、小籔和豊さんであるとか、兵藤さんとか、まあ、いろんな人がいるわけですよね。松本さんの次の人っていうのは、どの世界にもまあいるわけですよ。例えば漫才で言えば中川家の礼二さんとか、花輪さん、ナイツ花輪さんとか、博多大吉さんとか、まあいろんな方がいるわけで、まあ押し出しでこう上がっていくだけの話じゃないのというふうに僕は思っています。で、例えば M1 グリーン、これはまあ、まあお笑いにこう、まあ俺はこう思うんじゃっていう気持ちが強い人からは異論出るかもしれないし、まあそれは好きにしていただきたいんですけれども、例えば M1 グランプリの前年の王者が審査員席に座れないっていう、この権力の岩盤性っていうことに関しては僕は、いや、これは松本さんが審査委員長に座っているからこそ、そこの、新陳代謝が進まないんじゃないのっていうふうに思ってたんですよね。松本さんが自分が一番になりたくないから自分より、先輩の人、例えば島田紳助父ちゃんとか上野愛美子さんとか、がいないときついということをずっと言ってたわけですよね。だから、その審査員席の枠の2がめっちゃベテランになってしまうっていうこと。で、例えば、戦川志らくさんの名前、今出したくないけど、志らくさんとか、オール巨人さんとか、まあ、がちょっとずつこういなくなってってるのに、やっぱりこう、若手化があんまり進まないっていうのは、松本さんがいたからなんじゃないのっていうことすら、僕は思うわけですよね。だから、まあ、最年長が中川家の礼二さんとか、最年長が博多大吉さんとかになって、それより若い人たちが座ってる。で、例えば前年とか前々年とかの、王者がですね、今回で言うと、敗者復活の、審査員をやっていましたから、ある意味ですね、権力の分散化っていうのは進んでいるわけですけれども、それがさらに進むっていうことで言うと、別に悪いことじゃないんじゃないのっていうか、松本人志が審査しないと、箔がつかない漫才王者っていう構造では別にないと思いますよ、今っていう。実は別に松本人志さんの凄さって、誰もそんなにですね、今の若い人たち分かってないし、なんか、ずっとその王者の立場に君臨してるおじいちゃんみたいな人だとずっと思ってるわけですよね。で、若い時の松本さんのお笑いとかを今見てびっくりする人っていうのは非常にいっぱいいると思いますし、どんだけすごいかっていうのは伝聞形式で、今尊敬してる、30代40代の芸人さんが松本さんの話をめっちゃすごいという感じするからすごいというふうに思っていた、だけで、今テレビ好きな若いテレビっ子の人たちが松本さんの凄さをですね直接受容してるかっていうと全然そんなことはないと思いますので、審査員席っていうのは、それぞれの、役割に応じてですね細分化が進んでいくんじゃないかなと、漫才の専門家が漫才を審査する、コントの専門家が、コントを審査する、大喜利の専門家が大喜利を審査する、エピソードトークの専門家がエピソードトークの場を、支配するっていう、形になればそれでいいんじゃないかなと思いますし、ゲームメーカーとしてもね、例えばクリームシチューの有田さんがすごいという話、このチャンネルでもしていますけれども、とかですね、まあ、テレビのまあ、裏方の人、藤井健太郎さんとか、佐久間信之さんとか、そのゲームを作るのが上手いという人、の名前もですね、みんなどんどん知ってですね、そのファンになっていってという意味での細分化、文献化が行われているわけで、まあ別にっていう感じはするんですよね。うん。だから、一人の人、まあだから繰り返しになりますけど、一人の人がですね、そのカリスマでなければいけなかったっていうのは、テレビという箱、一個しか見るものがなかったからですよね。今そうじゃないから全然大丈夫っすよっていうのは、思います。だからカムバックするにせよ、しないにせよ、もちろんですね、すべての、生産さんが住んでから、だと思いますし、安易にカムバックするわけではないと思う、安易にカムバックする、べきではないと僕は思いますけれども、カムバックしたにせよしないにせよですね、それでダメになるお笑い界だとするならば、そんなものはもうそもそもダメじゃんって思いますし、松本さんがいないと厳しいよっていうふうに、思い込もうとしていた、松本さんに甘えていた、頼っていた、お笑い業界が変わるべきタイミングなんじゃないかなということをですね、僕は視聴者としてすごく思います。で、松本人志さんがもう見られないなんて辛いみたいなことを言ってる人もいるんですけれども、マジでそんなことないです。この、今年始まってからの十数日、僕は松本人志さんのコンテンツを大量に、まあ、いろんなところからこう引っ張ってきて見ていますけれども、これ一生かかっても見終わんないんじゃないかなっていうぐらい膨大にありますからね。見てないでしょみんな多分。本当に見てますか？松本人志さんの過去の放送室とか全部聞くだけで、相当何年間も松本人志イズムというか、松本人志エキスというか、エッセンスというか楽しむことできますよ。別に最新の松本人志さんがパッとテレビつけた時に、ダウンタウンナウとか、ダウンタウンデラックスとか水曜日のダウンタウンにいることって、本当に我々にとって、まあもちろん、その大ファンだった方とかですね、心の拠り所にしていたという方ももちろん、一部にはいると思いますけど、本当にみんながみんなにとって、松本人志さんがリアルタイムで今生身の姿でテレビに出ていることって、本当にですね、松本人志という人物のその価値、役割として、本当にそんなに大きかったのかっていうと、
それはね、テレビマンとか、その企画制作者の人とかが、松本人志という看板、ブランドに甘えすぎていたんじゃないか、で、視聴者がそう思い込まされていたんじゃないかというふうに思いますよ。はい。ということをですね、非常に、たくさんの松本人志コンテンツに今ですね、没頭しながら、生活している私が思うところでございます。なので、もう本当にですね、道に落ちている松本人志コンテンツっていうのもいっぱいあるわけですよ。バッとこう、玄関のドア開けたら道に落ちている松本人志さんの、ビデオとかね、皆さんの、家の周りにも散乱してると思います。VHS とか、まあ、DVD とか CD とかカセットとか、松本人志って書いてある、誰が書いたか分かんない手書きでね、書いてあるラベルのものとかがですね、家の周り探してみてください。家の周りに散乱してると思います。ご家族、松本人志さんの何か持ってないって言ったら、松本人志の間の字も日の字も、会話したことないですね。母親とか父親とかご兄弟とかがですね、あ、持ってるよって言ってごっそりですね、カセットテープとか VHS とかですね、大量に持ってると思いますので、ぜひともですね、無料で松本人志さんのコンテンツっていうのは、ネット上にある松本人志さんの映像をですね、すべて見るだけでもですね、普通に働いて生活している場合にはですね、あと数年はかかるんじゃないかなと思いますね。うん。没頭して全部の仕事断ったとしても多分1ヶ月はかかりますよ、多分ね。僕は今そういう、割とそういう状態に近いぐらいですね、松本人志さんの、コンテンツに触れているんですけれども、とてつもなく本当に頼もしいぐらいですね、世の中に、道端に転がっていますので、ぜひともですね、それはなんか、真面目に松本人志さんの、まあ、引退というか、まあ、活動休止っていうものを松本人志という人物が、姿を消したということを真剣に悔やむのであるならば、それはもう使えるもんは使った方がいいんじゃないですかっていう気がしておりますし、本当に悔やむことなのかっていうのは冷静に考えるとですね、かなり適当なこと言ってないかっていう気がします。はい、というですね、松本人志さんについての、まあ、考察というか感想というか批評というか論評みたいなことをですね、引き続きやっていくと思いますので、こういう側面から語ってほしいですみたいな、リクエスト的なコメントに関しては、広く受け付けますけれども、それ以外のコメントっていうのは全て動画を見た上じゃないと、そして過去の動画も全てですね、見た上での、もの以外は NG にさせてください。はい、そのぐらいしないとね、5チャンネルになっちゃうからね、このコメント欄がね、そういう風にしたいわけじゃないし、それが我慢できない人に見てほしいタイプの、動画とか発信者ではないので、まあ本当に無理な人は見ないでくださいという感じです。それができない人は見なくて大丈夫ですっていう感じです。で、あとはですね、切り抜きは NG にしておりますということは再三再四言っていますので、それはまあ大丈夫だと思うんですけれども、切り抜きとか編集とかどうしてもテロップとかつけたいよという方は自分で勝手に発信するのではなく私に送ってくださいという感じです。よろしくお願いいたします。絡みにくいですね。